です。OK。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。サナちゃん、見てるんです。サナちゃん。逆のスタートですけども、サナちゃんもうなんかそれこそもう懐かしいぐらいの感じ。そうだね、うん、最近ですね、ツイッターなどで、うん、今流行ってるアプリがあって、フェイスアップ流行ってる。流行ってますね。トレンドにも入ってた、ね、あ、そうなんだ、うん、俺もう撮りまくった。あ、そうなんだ、うん、いや、めちゃくちゃ可愛いんですよ、チョモちゃんの。そうやね、めちゃくちゃ可愛いんよ、うん。誰なんないよ、バリボーイ。2002年ぐらいのギャルみたいな。いや、でもめちゃくちゃ可愛かった。もうモデルさんみたいな感じで。お、あ、ここでこれね。で、俺もね、うん、実はちょっとやってみたんですけど、あんまり面白くもなかったんで、インスタにだけ載せたんですね。こちらちょっとアイニョンっぽい感じだったね。こちらのですね、フェイスアップを今回ちょっと使いまして、うん、まあ、かわいいの撮る？かわいいの。今回は逆なんですよ。今回の企画はですね、うん、フェイスアップでお互いの写真を撮ってですね、うん、加工で最悪にしようという。ある意味ちょっとね、モテなくしようの。なるほどね。イレギュラーな感じで。なるほど、なるほど、なるほどね。はい。どっちがひどくできるか。なるほどね。はい。そもそもね、フェイスアップ、うん、あれね、女の子が撮ったら、うん、男性か1、男性か2、うん、で、女性らしく。で、メンズが撮ったら、女性か1、女性か2、うん、で、男らしくってなるはずなんですけど、うん、俺、どう撮っても、女と認識されてしまうんですよ。あ、そうなんだ。だから、1パターンしかできひんの。女性らしくっていうのしかできひん。すげえ！ AI を越したんだ。男性かっていうのしか出てこえへんねん。マジか、うん、もっと楽しめるはずなのに。俺の携帯はもしかしたら違うの。なるほどね。楽しみやわ。やってやって。じゃあちょっとね、お互いを、うん、撮影し合いたいと思うんで。いじくって。はい。見せっこ見せっこ、ね。見せっこ。かしこまりました。それでは、フェイスアップやっていきたいと思います。レッツゴー。3枚勝負する？3枚勝負、あ、いいっすね、うん、じゃあ3枚勝負で。OK。 まずじゃあ、あれね、はい、俺たちの3枚がこんな感じ、はい、こんな感じのやつらを今からいじくり倒していきますよ。はい、よっしゃー。顔検出できませんでしたってなる。あ、マジ、うん、顔隠してるやつ。キモくするんやんな。まあまあまあ、そうだね。どういう風にしてもいいってことやね。どういう風に、もう何でもいいですよ。なんすかそれ。すげえ気になんだ。3枚中2枚がね、うん、顔にしてない。そう、トラ猫がこういうかダメだこりゃっていう。あ、マジで、うん、そんなんなっちゃうんだ。はい、できました。マジで、はい、全部タイトルもつけましょう。タイトルもつけた。はい、1枚ずつ交互に入れていくじゃん。あ、じゃあそうっすね、うん、どれにするかやな。そうなのよ。順番も大事よね。先攻後攻はじゃんけんする？そう、あの、じゃあ年下に。じゃあ俺からいきます。先攻、先攻、うん、3枚対決。1枚目はですね、こちらで、はい、荻窪の方です。もう限界これ。はい、これが、1枚目です。はい、じゃあチョコちゃん、チョコゼロ、はい、1枚目こちらになります。はい、山正解でございます。いや、すげー、えっ、ー、薄ー。山
マ生活5年目だわ、これ。体型も変えたんだ。体型変えた。すげえな。いや、素晴らしい。すごいな、やっぱ。センスあんな、チョボちゃんな。くるぶしの2枚目いきます。経験人数1600人。どうでしょう。すごい。これはすごい。1600人ぐらいやってるぞ。1600人ぐらいやってるわ。まだ行こうとしてるの。もういいやろ。もう1600行ったらええやろ。なんで2000行こうとしてんの、この人。成長ですよ。はい、くるぶしの2枚目でした。それでは、もらったの2枚目、こちらになります。はい、30分だけど。すげえ。ラグビー、ラガーマン感がゴリゴリのハードゲームです。うーわー、エロそうな顔してんな。エロすぎて感度ずんずん抜けてきて。俺の燃えそうで全く無視してこない。そうそう。ゴリゴリ。おもろいなぁ。全然別人になりますね。いや、ほんまに。うん。最終対決。最終対決。鳥です。うわぁ。はい、じゃあいきます、はい。今までの2枚とはちょっと変わりまして、タイトルはですね。はい。今のバイト3日でバックレというやつ。どうですか？これはバックれてる。いるわ、いますよね、これ。いるわ、こんなやついるわ。だいぶ雰囲気変わりますよ、これ。いや、すごいなぁ。うん。こんなことなる。こんなことなる。すげぇ、うん。バックれてタバコを吹かして、どうやってる時なんですか。やめてやったぜ。やめてやったぜ、みたいな。あんまり加工加工してない感じで。取りに回しました。じゃあちょっとね、くるちゃんの写真がですね、うん、2枚、あのこちらとこちらがこういう感じで認識してくれなかったので、うんうんうん、さっきの30分の同じ写真を使ってもう一パターン作りました。お、はい、まだこの時名前が作王なんですけど、7年後、これのこの人も7年後、7年後、はい、頑張りまして、はい、名前が知恵になりました。そのタクオさんが、そう、タクオが頑張って頑張って解放したい。整形整形で。いや、なんかドラマを感じるね、それね。これが自分だと思うとね、あのセルフフェラーとかして。ごめんね。6枚いいの出揃ったんじゃないですか。出揃ったね。うん。チョモが決める俺が作った3枚と、うん、俺が決めるチョモのやつ作った3枚、うん、どれがいいですか。これ3枚だけやったら、うん、いや、もう全部強いね。全部強いねんけど、俺これが好き。これいいですよね。じゃあ、ファミマ一家でバックレた。俺はね、タクオですね。タクオは、これはちょっとね、こういう人いますもんね。いる。服とか俺のまんまなんだけど。この2枚をですね、アイコンにしたいし。そうね、たまにね。面白い、うん、面白いと思うんで、ぜひぜひ、ぜひ皆さんもぜひとアップで遊んでみてください。ありがとうございました。見てくれてるでしょ。たくおー。